宮井義行は日本の実業家。株式会社ジャパンネット銀行の初代代表取締役社長を務めた。和歌山県出身。1975年同志社大学経済学部卒業、三井銀行入校。1996年桜銀行府中支店長。1998年桜総合研究所環境、高齢社会研究センター部長。 1999年桜銀行総合企画部、主席推進役。2000年から初代ジャパンネット銀行代表取締役社長を務め、日本初のネット占領銀行の営業開始に当たった。2002年ジャパンネット銀行顧問。2009年赤ちゃん本舗取締役執行役員。天風開講師、宮井事務所代表等も務めた。不知通 特別インタビュー宮井義幸、ジャパンネット銀行社長ネットで生まれネットで育つ、新しい銀行を構築していく、宮井義幸近代セールス878号、インタビューパーソンズジャパンネット銀行社長、宮井義幸氏、週末も動くサービスと、多角的提携で勝ち抜く、宮井義幸ジャパンネット銀行社長、日経ネットビジネス2001年4月10日後、役員移動について、 ジャパンネット銀行平成14年2月28日、たった一度の人生をあなたらしく生きるために雨風会認定北陸の会。ありがとうございます。